3.27 ストップ維新、住んでよかった街、大阪を作る市民連帯集会をただいまより始めさせていただきます。本日司会を務めさせていただきます大阪市民の山本典子です。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初に元大阪市長の平松邦夫さんより開会の挨拶をしていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。住んでよかった街大阪を作る連帯集会、住んでよかったっていうのは過去形ではあります。もうえらいことになってますよ、ほんまに。で、ストップ維新という文字を見ただけで、いや私吉村さん好きやし、あるいは松井さん頑張ったあるや、そんな人少ないとは思うんですけど、私は5分という時間をいただいてますんで、ちょっとやっぱり音が悪いですね、こっちです、はい。マイクを変えます、すいません、こっちの方が通るみたいです。お聞きいたします。3月25日から、カジノの是非は府民が決める、住民投票を求める会という会の運動が正式にスタートしました。ご存知の方は手をお挙げください。半分ちょいぐらいですね。ありがとうございます。知ってるで、もう受任者になったでという方は手を挙げてください。あ、それよりは少ないけれども、1割強、2割ぐらいの方、ありがとうございます。受任者って何やねんいう方ってあげてください。あ、いてはいますね。今日、ちゃんと書いて、この資料を読んでいただいたら分かりますが、ややこしい。むちゃくちゃややこしい。これは地方自治法に定められた直接請求というものを、やることによって、大阪府知事に対してきちんと議会でこれを話しようという府民の声を届ける、そのための直接請求運動ですから、何しろ大変です。私は呼びかけ人と、請求代表者、この2つになってまして、受任者ではないんですが、大阪府民でないと投票できません、署名できません。なおかつ署名する場所はご自身が登録されている、選挙人登録がある場所の署名簿にしか署名できません。これ基本の基本なんです。ところがやはり街頭で署名活動をいろいろ今までやってこられた方からすると、そんなややこしいことせんでもちゃんと名前書いたらいいやないか。違うんですね。集めた署名を全部その地区の72市区町村大阪府下にありますが、その地区の選挙管理委員会に持ち込む、それをいちいち選挙人名簿と照合を照らし合わせる作業をした上で有効かどうかということが決められるわけです。覚えてはりますか、名古屋の大村知事のリコール運動がありましたよね。あれで集まったの、法定数まで届かなかったにしろ、集めたものの8割が以下様やった。でもうなんか他で集めていろいろ勝手に書きよったっていうようなことが、これ事件にもなってますし、逮捕者も出てます。それほど厳密に運営される、時代遅れの、この直接請求ではありますが、それに完全と立ち向かおうというのが大阪府民の心意気じゃないかと私は思っています。あほなな、そんなことやったって府議会過半数維新が持っとんねんで、その後ろにピタッと公明くっついとんねんで、思ってらっしゃる方多いと思います。しかしここで一応20万を目標にしてますが、それを超える数が集まると、その運動を2ヶ月やってる間に、どれだけ今のカジノがしょうもない、とんでもない、アホみたいなものかっていうことをじっくりと分かっていただける時間が2ヶ月あると思ったらいいんです。
さらに戦いは続きます。だって MGM にしろオリックスにしろ、そんなややこしいんやったら私らやめるわ、すっとやめられるようにもなってる。それを多分寛一さん、寛一さんって分かる人金色夜叉なんですけどね寛一さん、私の世代でダイヤモンドに目がくらみみたいなことが昔私ら子供の頃に言われてました。そんなカジノの現実と、それから絵に描いた文字以下のものであるということを多くの人に分かってもらう運動にしたいと思います。今で喋り始めて4分25分、あともう少しで、終わります。今日は盛りだくさん、山ほどあります。ぜひこの後ろに受任者になるための、申し込み用紙あります。インターネットでも簡単に申し込めます。ビクトリーの V、vosaka.net で検索していただくと、それだけでこのページにたどり着いて申し込むことができる。ぜひ皆さんなってください。そんなややこしいことにならん。一人でもね、ご家族がいらっしゃって、青年に達していて選挙権があったら、ご家族二人でも、それが今、署名簿10万冊作ってますけど、2人で20万になるんです。10人集められる署名簿ということは、それ全部集まったら10人の10万100万ですよね。僕計算弱いんですてなことを言っておりますうちに40秒オーバーしてしまいます今日は一日素晴らしいお天気の下でストップ維新という戦いに始まりの挨拶とさせていただきます。平松でございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。それでは本日のメイン公演に入ります。カジノができてしまったら大阪は、私たちの暮らしは一体どうなってしまうのか。カジノができたら大阪破綻と題して、立命館大学教授の森博之さんにお話ししていただきます。森先生、よろしくお願いいたします。今日はですね、夢島カジノ IR で、ね、大阪破綻とちょっとタイトルと違うんですよね。それでちょっと意味があります。後でまた説明したいと思います。で、お手元にある資料をちょっとですね、補強して、先に切る前にですね、ちょっと作ったもので、いきたいと思いますので、で、途中で飛ばします。もうカジノの概要とかね、なんか話がちょっと2本って言えてるので、飛ばします。今日はもう、私の財政、財政会社ですね、財政の話を、に特化してですね、財政の話に特化してですね、お話させていただきたいと思います。40分ですので、多分45分までですね、聞きたいと思います。よろしくお願いします。で、いきなり皆さんの資料じゃないんですけどね、2月15日に、IR の基本協定書というのが、大阪、大阪府と大阪市と、なんだ、IR 事業ですね。この3社で、カジノ事業者の3社で結ばれたんですね。でね、このね、契約の、構造っていうのをまず理解しておく必要が僕あると思ってるんですね。まずね、圧倒的に強い立場はカジノ事業者です。だから、契約を見るときでも、何かどうあれね、いや、こうなってから大丈夫ですなんていうことは通用しないんです。要するに、カジノ事業者の言いなりに実際はなるということです。大前提です。誰がどの言うか大前提です。で、それが一点です。で、もう一つは、大阪府と大阪市が入ってますけど、主体は大阪府です。主体は大阪府です。大阪市は金出すためだけです。だけです。ただし、大阪市が金出せなくなったら、大阪府が金出さなくなったって主体なんです。ということだから、府民にも関係があるんです。そういう構造です。で、それはね、これ見ていないと分かるんですけどね、これ、
協定書の、基本協定書の、後ろの方に書かれてるんでね。でね、上で書いてるのはね、大阪市が一番上のね、なんか後で出てきますけど、土地課題対策に対するなんか債務担保、要するに借金を負うということ、大阪市は。借金を負うこと。でね、あとね、ですね、まあ、基本合意っていうのはこの、なんだ、基本協定書に基づいてね、作るものなんですが、あとのね、区域整備計画とか、実施協定とか、ね、というのは、大阪府しか入ってないんです。大阪府しか入ってないんです。だから大阪府が主体なんですね。で、立地は夢洲なので、大阪市も入りますけど、で、ここには入ってないですけどね、長期構想とかっていうのも、大阪府と IR 事業者、ここでいう SPC が作るんです。作るんです。だから、やる主体は、自治体でやる主体は大阪府なんだけど、大阪市は金と土地を提供するという、そういう立場だけなんです。これ全然必然性ないんですよ。IR 推進法では自治体の主体は都道府県か政令市になってるんです。だから横浜で市長選挙ありましたね。あの時に争点になった時にはあれは横浜市は IR 事業者とこう結ぶ契約、神奈川県は入ってないんです。で、今回は大阪市と大阪府が入ってるということは大阪府に大阪市が強制される。これは言うまでもありませんけど、都構想の時以来のね、以来の状況がずっと続いてきて、このカジノに現れているということです。これ最後に言いますね、もう一回。大事なことなので。で、次お願いします。で、実際のこれ、文言のところです。IR でもう飛ばしますけどね、今言うたところですね。例えば、長期構想とか、この辺に入ってますよね。これは、読んでもらったら分かるけども、SPC が人と共に作るからです。大阪市は作らない。だからカジノをこうやって運営するんやでっていうのは大阪府やねんけど、大阪市はとにかく土地と金だけ出せという、そういう契約になっているということなんですね。で、これが、ね、基本的な構造です。つまりカジノ事業者が圧倒的に強い。逃げられたのも大阪の政治は持たないから。圧倒的に強い。ということは一つ。もう一つは自治体は大阪府が主体になっている。この2点です。この構造を抑えていく必要があるということです。で、次、お願いします。でもこのあたりはね、もう簡単にいきたいと思いますけども、これね、夢洲マンズですね。で、IR 区間49ヘクタールというのは第1区というか、第1期区とかな、なんか書いてますね。第1期開発業者、ここですね。で、万博の会場、この緑のところがあって、これまた後で藤永さんがね、詳しく、特に左のところがあって、おっしゃっていただけるんですけども、それはまた拡張していって、2期、3期みたいなのがあるところですね。で、なんだ、大規模事業を、大規模、なんや、なんちゃら、リスク管理会か、なんかで、出ている資料では、こう書いてあるわけで、皆さんの資料もこう書いてますね。2021年度以降、これまでのお金入ってないんですけど、以降、2482億円がかかると。で、内容を見たら、まあ、いわゆるインフラですよ。建設だね、インフラにかかりますと。いうことですね。で、なんか土地関連費用がこう、あって、それが1578億円です。これが、予算で通ろうとしている、なんだ、大阪市の、まあ、さっきの債務担保みたいな、788億円。これはまた後でお話しします。まあ、それにとどまれへんという、こういう話ですね。2482億円です。次、お願いします。もうこれに飛ばします。また見といてください。もう民力になります。これも飛ばします。まあ、1兆円投資しますと。あ、それですね、ちょっとね、これ構成、上だけ見たいと、まあ、この、賃料がどうこうはまあいいんですけど、上の方に、ちょっと見るとですね、事業者はね、もう皆さんよくご存知のように、MGM っていうですね、なんだ、ラスベガスとか、なんかああいうところでなんかカジノやってはるアメリカの会社ですね。こういうの、まあ、日本法人みたいなところが、こう入ってる。で、オリックスですね。オリックス。ちなみにオリックスは自治体からさまざまな仕事を受託してます。で、どこから金取ったらいいかっていうのはよく分かってるわけですね。うん、で、少数株主です。これはほとんどが関西の企業です。関西の企業です、はい。関西のインフラ関係の企業です。インフラと建設関係の企業ね。はい、で、そこがですね、いろんなまた、でそこは IR 事業者、大阪 IR 株式会社っていうか。せっかく藤永さんに借りてた。ああいうの事業者っていうのを作っててですね、さらに参加にいろんな協力企業がこうあります。こういう姿になっているということですね。
で、ここが全体としてどうやって金儲けするのか、つまり大阪市、大阪府から金を取っていくのかっていうのが基本的な財政の問題なんです。で、次お願いします。まあ、このあたりもいいですね。まあ、カジノなんで8割もほとんどカジノということですよね。はい。で、でね、まあ、借り入れがね、なんだ、三菱 UFJ 銀行と三菱住友銀行でなってますけども、これはカジノを作る建設費なんですけども、建設費なんですけども、まあ、これ以外のですね、ものについても、こういう企業、ここが、おそらくいろんな融資をしてくるはずですね。そしたら儲かるんです。当然です、儲かるんです。はい。次お願いします。これも飛ばします。はい。あ、ごめんなさい、ちょっと戻してもいいですか。よくですね、まず遺書とか宣伝するのはね、いや、納付金等が1060億円、まあ、年間ですね、1000億円ぐらい入ってくるんだというわけですね。それをまあ、大阪府と大阪市で分けるんだよ、ここは言いますよね。で、このね、金額のちょっと規模感っていうのどれぐらいなのかって、あんまり分かりませんよね。でちょっとね、それをね、下に書いています。で、財政の規模って何で測るのかって、結構難しいというかね、あるんですよね。で、例えば、なんだ、予算総額とかでもめちゃくちゃ大きくなるわけですよ。でも、その中にね、国の補助金とか、借金とかね、そういったものが入ってるので、自治体の財政規模っていう場合に、この、まあ、一般財源というんですよね、まあ、標準財政規模と呼ばれるものですね。これで見るのがいいんです。端的に言うと税金ですわ。端的に言うと税金ですわ。でね、大阪市はですね、9600億円。まあ、1兆円って言いますか。1兆円ね。年間ですよ、1兆円。で、大阪府は2兆円。これぐらいの規模なんですね。で、まあ、これが全部で、ね、自由に使えるっていうこともないんですよ。だって福祉とか教育とかさまざまなことやらないといけないから。ないんですけども、これぐらいのね、ちょっと、あれな、これ接触が悪い。1兆円とか2兆円の規模感、毎年ですよ。毎年ですよ。で、それに対して、まあ、500億円ぐらい入ってきますというぐらいの規模感やと思ってもらえるんですね。で、その規模感で、やっぱり、これだけのリスクをかけてやるのかってことを考えなきゃいけない。これだけのリスクをかけてやるのか。ね、リターンが多かったらむっちゃリスクかけるっていうのはまあありますよね。でもあんまり大きなかったらそんなね高いリスクかけてなんか賭け事する人いますか？投資する人いますか？ね、いないですよね。いないですね。でその規模感からするとそこまで大きいのかっていう感じを少し受けられると思うんですよ。はい。それに対してそれでもねなんかちょっとお金かけて賭けるだけで時間かかるね。ちょっとお金かけるだけで、これ500億円とか入ってくれたらやったらいいんちゃうかと思うけども、まあそんなふうにはならない。もうそこらしいのなんですよ、財政負担。それを今からお話していきたいと思います。ちょっとお願いします。あ、これも飛ばします。面白いんですよね。なんか勝手に、なんか大阪府内の市町村と連携してやるやんって、市町村何も聞いてないよみたいなね。ね、負担だけ負わされるのかみたいな話なんですけどね。あ、これも飛ばします。はい。これも飛ばします。まあ、課題と、で、ここからいきます。ここから。はい。でね、財政負担がどうなってるのかって、実はよく分かってないんです。分からないんですよね。もう、情報が錯綜していて、分からないんですよね。で、分からないと、大体これぐらいやっていうところまでをね、深めているので、それをちょっとお話したいと思います。ね、さっきの、冒頭のね、あれやと、なんだ、21年度以降、2482億が何か書いてね、って書いてますけども、そんなものではありません。あの中には、国の補助金とかも入ってるからね、だから大阪市みたいなの小さい国に見えるんですけど、そんなことは絶対ないわけです。はい、でこれはですね、大阪交番局ですね。大阪市と大阪府が一緒にやってますけども、実は大阪府に牛耳られている、まあ、こういう組織がいっぱいできていることが、今の大阪市の最大の問題なんです。でこれをもう変えさせないと、もうどうしようもないというのが今日の結論なんですよね。その大阪公安局
でがあのまとめた、あのさっきの2484件もそうなんです、大阪公安局のまとめですね。で大阪公安局は今でもなく夢島を所管している部局です、はい、で、そこは、ね、こうまとめてます。見にくいんですけどね、あの見にくいんですけどまとめています。で先ほどのなんか大規模リスクなんちゃら会議にもその資料の中まとまってるんですけどね、こっちの方がね、あのこっちで僕が作った図なんですけどね、少し年度の違いが分かるのでまとめてますが、2025年ですと、まあまあ大体2025年までですよ。で、1141億円ですよ。若干数字ずれるんですよね。若干ね、あの大規模なんたらリスク会議と若干ずれるんですけども、まあ1100億円ぐらいというふうな数字にまなってるんですね。で、これはね、あの夢島整備ですけど、すべて IR だと思っていいです。IR じゃないものというのは、あの 上の国際博覧会ですね。あの大阪・関西万博、関西・大阪万博、どっちか分かってますけども、のあれって書いてますけども、さっきみたいに土地造成も IR と一体的に使いま、あの、IR 一体的に使いますからね、同じだと思ったらいいんです。で、あの万博ってそんな半年のイベントでしょ、ね、そんなもんためにこんな万全で費用かけるわけがないんです。だから、あのとにかくね、いや、これは万博のためですって言っても、もうほぼすべては、ほぼすべてはあの IR のためと思っていいんです。そういうふうに計算した方がいい、あ、そういうふうに見なした方がいいんですね。まあ、あえて言うとね、なんかあの屋根作るのに600億円かかるとか言うてるじゃないですか。まあ、あんなんはその IR みたいな万博の施設のためだから除外したらいいんですけどもね、それ以外は全て IR のために大阪市が投じている金やと思うんですよ。1100億円、ね、あっという間に1100億円来るわけですね。はい、次、あ、でね、あ、ごめんなさい、下ね、まあ、なんかごちゃごちゃ書いてますけども、あの国の費用とかね、IR 業者の費用も入ってるんですけど、少ないです。むちゃくちゃ少ない。だからほとんど大阪市。1100億円のうちの大体1000億円は大阪市です。はい、これなんかね、もう鉄道事業者は OTS がどうこうとか、これ7割大阪市の出資会社ですからね、大阪市に決まってるんですよ。ね、これ大阪市ちゃうんやったら、ATC と WC にも TC も大阪じゃないんですか、何を大阪にしてたんだって話になったんですね。はい、でこれぐらいにまた1000億円ぐらいかかる。大阪市でね、次お願いします。あ、これね、アクセスですね。はい、次お願いします。はい、でですね、でここからね、よくわからないような情報、あのよくあのね、情報が錯綜してはいるんですけどね、大きいのはね、上2つです。ひょっとしたら下の2つはさっきの中に入り込んでる可能性あるんですけど、それがちょっと確認できない。で上の2つはさっきなんか入ってない。1つはあの後で見るあの先ほどの債務担保ですね、788億円です。でもう1つが淀川相模線ですね。でこれもね、今ね1750億円で、これ朝日新聞のデータですけども、何本なのかよく分からないです。で次お願いします。大阪日日新聞が3月24日にこういう資料だったんですね。でそこではですね、淀川相模線はあの1918億円になってるんですよね。さらにその横に1000億円程度の増額の可能性あります。どんな計算なんやと。1000億円の増額って、その移民環境ってありえへんですよ。もう3000億円ですよ。ね、で、淀川相模線 の, あの今の工事は、万博のためという名目でやってるんですよ。でも万博のためにこんなの作ります？半年間のお祭りのために。作らないですよ。アイデアのためなんです。ね、これだけとってもね、3000億円の工事がかかるわけです。ね、でこの中には国の補助金も入ります。で何本入るのかっていうのは分かれへんですが、半分と見積もってもね、半分と見積もっても大阪市の負担っていうのは1500億円ぐらいあるわけですよね。あの増加するのも見込みやんですね。で増加しなくても1000億円かかる。まあ普通増加していきますから、ね、なんか少なくて済んだって聞いたことないわけです。で今資材どんどん上がってますからね、むちゃくちゃ上がってますよ。もう鉄とか3倍になってますからね。ね、コンクリートとかめちゃくちゃ上がってますよ。それからも上がっていきますよ。だからもっと上がっていくはずなんですね。はい、で、土地改良というのはさっきの話ですわ。あの債務さんの工事です、788億円。で、あの万博の屋根っていうのは見えね。なんか600億円増えましたみたいな、ね。あれですよね。で、テクノポートさっきのとこ入ってんちゃうかなと思うんですけど、はい。まあ、ですよね。でね、で、結局、西田さん1個戻ってますんですが、で、結局ね、何もかかってるかっていうのは分かれへんし、あの分かる必要もないんです。だって将来ももっとかかっていくからね。あとで見ますけどね。でね、ですけども、まあ、今見てるだけでもね、
2480なんちゃらが億円とかね、少ない。もっと多いはずなんです。で、さらにですね、さらにですね、これね、夢島、まあ、世の中裁判所も含めてですけど、夢島で使われるって銘打ってる費用だけなんですよ。ところがね、夢島とか IR とかね、あのなんだ、万博とかっていう名前のない、さまざまな事業が実際、夢島に行われてるわけです。もう誰も掴んでません。誰も掴んでない。うん、でも、まあ、今のところで、今ね、公表されてるだけでね、大阪市の負担は3000億円と思う。3000億円程度だと思う。だこれにもちろんね、国のお金とかはもっと増えるんですよ。大阪市だけでもその程度。大阪市だけでもその程度。思います。はい、これまた、どんどん、情報がどんどん出てくるはずなんですね。またフォローしていただければいいと思いますけど、まあ、下がることは絶対ないです。で、次、お願いします。あ、本日。はい。それですね、ここからが、あと、17分でいきますけども、基本協定書、もうこれ読んだら、これね、読んだら、絶対に皆さんね、印鑑押しませんよ。押しません。ね、これ賛成するね、大阪市議とかね、府議、まあ、特に市議、ね、読んでるんか、読めるんか、そんなもんなしでね、人の金でね、どんどん出ていくようなね、なんていうかな、賛成するなんて、けしかるんですよ、本当に。私、大阪市民ちゃうけどね、なんかね、こんなことが世の中にあると思うだけでね、ものすごい憤ってるんですよ。で、それちょっと見ていきたいと思います。で、ね、あ、次お願いします。はい。ですね、一つ目は、これね、13条の2ってやったけど、土地課題対策の実施ってやつ。これが先ほどの債務負担行為とかね。で、債務負担行為で、債務とかね、要、これどういうことかっていうとね、IR が立つ、先ほど土地とかありましたよね。あそこは IR の建物と一体だから、本当はその土地に関わるね、液状化対策とか、土壌汚染対策っていうのは、所有者である大阪市がやらないといけないんだけども、IR の建設と一体になっているから、IR の建設と一体になっているから、その土地の対策は IR 事業者にやってもらいますと。IR 事業者にやってもらいますと。IR 事業者に大阪市が自分たちの公共事業の代わりにやってもらって、それにかかった費用は大阪市が負担しますっていうのが債務負担行為なんです。わかりました。要するに委託してるわけですよ、土地の。本当は大阪市がやらん土地の、事業をね、委託してるわけです。で、かかった金は、大阪市が出せると。その上限額が今設定してる上限額は788億円なんです。で、この上限額っていうのは、後で書いてもらったと思うんですけども、議会が承認すればいくらでも引き上げられます。いくらでも引き上げられます。で、しかも、一回やってしまって、議会がその後認めへんってことになったら、これ完全に損切りになるわけです。IR事業者のもうやりませんってことになるから。なるからね。だから、今のね、予算っていうのが決定的に重要だと思うんです。政治的には。止めることできますよ、その後。止めるけど、その時はもう損切りになる。そのことを確保しないといけない。っていうことなんです。はい。で、次、お願いします。あ、これね、今やってるあれです。いや、忙しくは。で、これでね、膨らんでいきます。必ず788億円、膨らんでいきます。まあ、俺、そこを考えていちゃうかなっていうね、読みもまああるんですけども、まあ、普通に考えて膨らんでいきます。まずは、上限額はいくらでも引き上げられる。今788億円けど、来年1500億円に引き上げるの引き上げられる。いや、もっと金かかりますから、そう、引き上げるわ。断ったらもう IR 事業者やらないというわけですね。そんなこと大阪府市ができるか。できない。でですね、で、膨らんでいくのは、さらにいろんな要因があります。まずは、地中の状態がわからない。これは、業者に、ね、一応あるんですよ。液状化対策にいくらとかね、なんかあるんですけど、そんなの調べてもないの。調べてもないのね。調べた形跡はないんです。なんか一箇所調べたとかね。で、あとで出てくる地盤沈下は3箇所調べたとかね。あの広大な土地で、土地の、なんかわかんないじゃない。わかれへんのに、なんで、積算できるんやと思うんですね。それが1点ですよね。でね、2点目はね、IR 事業者にやってもらうでしょ。その工事が適正かどうか。
価格が適正かどうかって誰がチェックできる？できますか？チェック。できないんですよ、そんなもん。言われたらそうですかっていうことになるわけですよ。そしたら、IR 事業者はわざわざね、コスト削減してね、そんな工事しますか？しないじゃないですか。しないですよね。で、誰にね、その事業を発注しますか？関係企業に発注するに決まってるじゃないですか。関係企業に、いや、これ大阪市がね、あと何でも払ってくれるから、適当に高いにやってくれてもいいの、問題ないからって言うわけですよ。普通に考えたら、ちょっと陰謀論で聞きますけどね、普通に考えたらそうなんです。それが債務負担行為なんです。はい。で、いうものですね。はい。で、次、お願いします。きっとね、口先ではね、適正チェックするのが有料。できるかっていうの、そんなの。でこれね、協力企業、建設会社、IR 会社あるわけですよ、これ資料です。次、飛ばしてください。でね、ちなみにね、ちょっと今飛ばしちゃいましたけどね、IR 事務所、土地の先でやるでしょ、液状化対策とか、なんか土壌対策やるでしょ、金どうするのやったら銀行から融資してもらうわけでしょ、ね、金利どうしますか、高いお金になるに決まってるじゃないですか、自治体が直営でする場合は安くなるんですよ、だって潰れないから。いや民間やから、いや、大阪市が払ってくれるんやから、ちょっと高くて言うと、住みたくなるじゃないですか。ねえ、だってもうすでにコミットメントレターを出してる先の銀行とかあるわけでしょ。ね、そうやって IR が始まる以前に、こういろんなお金が、大阪市のお金がどんどん入っていくという、そういう構造になってます。はい、で、これね、次飛ばしてください。ちょっとね、専門的なことなんですけどね、これね、なんかね、ちょっと専門的なんですけど、オリックスかヨドさんとってる BFI っていうのも全く同じです。教育と同じだと思うんですよ、さっきお話した。事業を頼んでやってもらうっていうね。で、これ高くなるんです。今私が言うたのは、まあ、全くね、嘘でもなんでもなくて、実際高くなるんです。で、イギリスの、会計検査院が2018年に報告書出してます。それやったら結論で言うと、相手だったらね、そういう外注サービス、さっきも言った土地課題対策事業で、ね、土地課題対策事業をなんか知り合いの企業にやってもらうとかね、いうのは外注サービスですよ。ね、で、また金利、お金借りると金利、だから高くなるんですよ。で、その他にも様々なコストがいる。そうなったら、ちょっとなんか、あれが変なってますね。そういうことをやった、そういうスキームかな、事業、スキームでやった、学校とか病院は、自治体が直でやるよりも 40% か 70% 高かったんですよ。つまり、今のケースで言うと、土地課題対策事業というのは、大阪市が直営でやる方がはるかに安くなるんです。でもそれを IR の建物と一体化しているという理由で IR 拠点させる。ということは、そこに、こういう形で大阪市の金がどんどん流れていく可能性というのは、極めて高いんですよ、はい。で、そういうものになってます。はい、次、お願いします。で、さらにですね、協定書に戻りたいと思います。はい、今度はですね、この基本協定書の解除、こういう時で解除できるよということですね。で、解除されて一番困るのは誰ですか？大阪市と大阪でしょ？大阪市と大阪が困るんですよ。大阪市と IR 事業者はまだ建物建ってませんから、困るんですよね。で、そこでこういう場合は解除できますよっていうのを書いてます。逆に言うと、こういう条件満たさないとダメだって書いてるんですね。でね、ちょっと読むとですね、設置運営事業の運営、実現と建物建てるね。で、運営、で投資リターン。投資リターン、さっき の売上の計画とかありましたね、5200億円くらい。あれが実現するかどうか。で、これに著しい悪影響を与える、この土地に関する事象。さっきの土地課題対策事業ですね。でも、ここには、地盤沈下って言葉が入っています。地盤沈下が入ってないんです、さっきの土地課題対策事業には。入ってない。土地課題対策事業に入っているのは、土壌汚染と障害物の撤去と液状化対策、この3つなんです。地盤沈下は入ってないんです。で、どうも、撤去は残土とかの処分に含まれるという説もありますけどね、ちょっと文言ちゃうので言えてます、ね。はい、でね、要はね、地盤沈下があるということです。で、それはね、さっきの、780億円、その後含めて1500何億円とありましたね、ある中には入ってないんです、地盤沈下対策は。で、大阪市は、いや、これね、また分かったらね、また考えますわって、適当なこと言うてるわけですよ。
お前の金かっていうね。でしかもですね、でこういった事情はこれらに限らないから何もかもということです。土地に関するものは何もかもということです。何があるのかよく分かりませんけど、何もかもということですね。はい、でこの場合には、ね、大阪市は悪影響の発生で、生じる恐れがないことも含む、生じていない、生じる恐れがないことも含む。恐れがあるとやらなあかんわけね。で、そういったことが判明した場合、大阪市は悪影響の発生の防止を確実とするように一定の措置を講ずると。でしかもですね、丁寧なことに、かかる適切な措置には、本県土地の消失は大阪市だね、大阪市による関係する合理的な対策の費用の負担を含む。合理的って言いなりになるってことですよ、ここでは。立場弱いんだよ。ね。何歩でも膨らんでいくんですよ。で、これが入ってるわけです。で、さらにですね、本体工事が公共インフラ整備等の制限によって影響を受けないから、投資リターンに影響を受けないから。で公共インフラ整備等ってね、この等っての意味があるんですよ。ね、IR 基本協定書の、ね、後ろに定義集ってあるんです。120の定義がある。それに基づいて見ていかなあかんって何かあるかね。で、その定義見ると、こう書いてます、公共インフラ整備等は。一つはね、括弧がないな。夢島内で実際の祭事、イベントですわ。とかやると来てやっていうイベントですよ。で、2つ目は、公共インフラ整備。これは道路、鉄道、上下水道です。道路、鉄道、上下水道、つまり大阪市がやってるものです。で、3つ目がですね、下に書いてるんですけどね、市以外が実施する電力、通信、ガス等のインフラ、つまり民間企業です。民間企業です。で、これらの企業はすべて IR 事業者の株主です。関西電力、大阪ガス、もう一個ないですか。NTT 西日本。全部、事業主、株主。そしたら、ね、いや、これちょっと制約あるからね、ちょっと困るんだよ、言ったら、わかりました、言って、大阪市のお金で整備するんですか。ね、まさかと思うけど、料金の引き下げまで入ってたら、えらいことですよ。料金の引き下げまで大阪市を負担で、バイナー事業者に安い電力を供給するの、ガス供給するの話ですよ。ね、まあ、そこまで読み込みすぎかもしれません。そこまでは。でも分かりませんよ。でね、投資リターンにね、影響を与えて書いてあるのか、あとで書いてますね。ね、これね、我々はよくね、いやいや、あんな計画を実現せえへんよ、言ってたじゃないですか。ね、載せたのよ。それでもいいっていうふうに読み取れるんですから。つまり、高等無形な計画であれば、それが実現しないとなれば、いくらでも大阪市から金をつぎ込ませるっていう、吸い込ませる構図になってるんです。で、それによって、建物を建てる前に、お金をどんどん懐へ入れれば、実際にカジノをやらなくても、ほなもう買いま、できんから買いますわ言うても、膨大なお金がつぎ込まれたはずなんです。だからみんな大阪市だけですよ。そういうふうに読み取れるんですよ。そういうふうに読み取れるんですね。でね、とてもね、ちょっとね、できるとは常識で考えられないところですよ、ここ。カジノの IR で。で、そういうようなね、契約になっているんで、私には読み取れる。まあ、ここは解釈というかな、解釈というかな、違いがありますけどね。私はそういうふうに読んでるんですね。次お願いします。これ、ボーリング調査ね。もうほとんど、これ、N 値って測るんですよ、硬さね。ほとんど合ですよ、合理解です。でね、でこれね、ちょっとね、ある建設会社とかなんですけどね、なんかね、中小の構造物建てる場合にもですね、15以上は欲しいって書いてるんですね。もう全然ですよ、こんな。命ゼロとかもあるからね。もう、ね、これまさに辺野古の超軟弱地盤と同じなんですよ。命ゼロ言ったらね、もう悲しそうじゃ、それで死んできますよ、ね、ボコボコ勝手にね。そういう状態ですよ。ほとんどカーレンとかずーっと続きます。3箇所しか調べてもない、3箇所ともそうです。いや、硬いとかあるの、あれなんか入ってるんですよ、多分。なんか入ってるんですよ。もうボコボコです。ね、これが地盤沈下を起こすんですよ。地盤沈下は、ね、さっきの、ね、1500億円とか入ってないんですよ。どうしますか、はい、次お願いします。はい、これは山田先生が取ってきたって噂がある。あれですよね。鉱石製、地盤に中石製とか鉱石になるんですよ。鉱石って古いんです。で、中石って新しいです。まあ
によってできたとかね、まあ、新しい宝石からね、でも硬いんです。だから昔からね、大事な建物は宝石製のに変わってるんです。でもね、あのここの宝石はそれって沈んでいくんですよね。でもうどうしようもないと、液状化学したらもうなんか人類未踏の技術が必要なんだみたいな書いてるわけですよね。そんなところでやりますかと。その液状化対策一体どれだけ金かかるんですか。はい、ということで次お願いします。はい、で、土壌汚染、これは藤永さんから後でお話があるんですけど、もうね、有毒物質出てます。あったことから。いや、あそこ怪しくるとこはね、建設団とか浚渫土砂が大丈夫、何言うてん、浚渫土砂、川掘ってね、人のだらけの川掘って埋めてんねんから、なんかいっぱいあるに決まってるじゃないですか。あれ全部運び出すんですか、マジで。埋めたもんにまた運び出すの。アホちゃうかと思います。いや、ほんまにアホやと思います。そうなりますよ。間違いなくそうなんです。いっぺん埋めた土砂をまた掘り出して埋める、ね、どっかに埋める、でまた新しい土砂を持ってる。そうですよ。次行きましょう。でね、あもう次行きます。もう新型コロナウイルスとかね、でね、このね、不可抗力があったらまたね、こう撤退するよとか言ってます。不可抗力の中にはね、あの暴動とかも入ってます。だから皆さんがわーわー言うたら、もうやってないような感じでやってる。いや、入ってない。定義集なんか入ってんの、本当に。定義集なんかちゃんと入ってます。心配しなくても。もっと言うとね、新型コロナもよく新聞に言われるけど、そんなどうでもいいんですよ。感染症で入ってます。だから新型コロナなんかもうどうでもいいですよ。感染症の一部だったら、もうそんな全部包括されますから。これがあると、もう撤退やって入ってます。協議するってなってますけど、ね、協議したら IR 事業者の方が強いんだから絶対に条件のまなあかんはずなんですよ。だから読めたら撤退するって話なんで、やらされるって言われてるんですか。もうコロナだけではありません、何もかもです。はい、次お願いします。あ、これね、経費ね、何か書いてません。はい、ね、内乱とか、いや内乱起こして飛んでます。はい、次お願いします。でね、次お願いします。時間、はい、あのね、これ何見たかというとね、大阪市がね、これまで財政運営で あと2分ぐらい、何に苦しんできたかというとね、過去のね、債務の処理なんです。投資の失敗なんです。で、それは思うと、なんか、ABC、WTC ってパッと思い浮かべる方が多いと思う。実は、アベノ裁判事業なんです。で、大阪市 あのなんちゃらリスク、なんちゃら会議っていうのも、アベノ裁判発事業が関数なってるんです。あれの、損失額が2000億円です。その2000億円のために大阪市は苦しんできたんです。その2000億円に比べたら顕在化してない ABC とか WC の債務なんかはまだまだ全然小さいです、ね、2000億円で苦しんできたんです。今度の投資はいくらになるんですか。一体そのなんちゃらリスク会議で何をやってるんだと。もう全然投資取れてません。次お願い、あの飛ばしてって、もう時間半ですいません、飛ばしてください。で最後結論です。もう最大のリスクです。史上最大リスクです。大阪市の今回の火事の IR を私が見ると。で、で名目もない。アベノ災害だったらね、あの都市計画ってあったんですよ。なんか木造密集地、木造地の密集地であったり、で、境外道路であったり、ちゃんとせないと危ないと防災所とかあったわけですよ。火事のありますかと。ね、ABC、WTC もあったんですよ。ね、国際流通拠点作るんや。カジノになりますか、ね、そんなものに、ね、史上最大の、ね、金のかかるような、ね、あのね、リスク、超巨大リスクをかけますか。しかも浮いてくるお金がね、たかだか年間500億円ですよ、大阪市の財源規模から見ても。はい、で次お願いします。で、でこれも最後です。で、ね、見てるとね、もう何かというと、もう大阪市の構造問題です。それは何かというとね、大阪都構想二重行政の解消が言うてきたわけね。で、何されてきたかというと、都構想だけはないんよね。IR 推進局、大阪公安局、大阪都市計画局、万博推進局っていうようなものが、大阪府と大阪の共同組織でできた二重行政の解消っていう名のもとに、大阪府が、大阪市が大阪府の支配下になってるんです。で、これらの部局は全て IR 中心実施したりです。大阪府の指示のもとで動いてるわけですよ。で、また、ね、組織としては変わってないけども、ここに書いてますけど、大阪市の財政局長、財務部長、経済戦略局長、みんな大阪府の職員です。トップ。
人が。つまりね、公共事業の実施部隊、ね、で、金の算段で、経済政策、イベントとかね、いうようなところが、すべて、ね、大阪市じゃなくて、大阪府の支配下に、もう大阪市の役所はなってしまってるんです。それらの集結点がね、カジノ IR なんです。カジノ IR なんです。で、この構造を最後変えないといけない。変えないといけない。だから我々は今、カジノ IR に反対してるけども、最終的にはね、大阪市のね、自治を取り戻すんです。これしかないんです。これをやらない限り、何部でも同じことが起こります。ね。だからまだまだね、積んでよかったと思えるまで、まだまだね、時間かかりますけども、そのためのね、やっぱり取り組みやってるんだっていうことでね、このカジノ IR の問題ね、一緒に取り組んでいければと思います。ご清聴ありがとうございます。森先生、ありがとうございました。いや、もう、私、大阪市民として本当に恐ろしくなりました。絶対にカジノを止めないといけないという思いを強くしました。ありがとうございます。では、続いては、4名の方からのリレートークになります。フリージャーナリストの河野泉と言います。よろしくお願いします。私は、住民訴訟の原告をやっております。で、今日はですね、ここで、原告勝訴の報告をするつもりで引き受けたんですが、まさかの敗訴となってしまいましてですね、3月25日、また2日なんですけれども、ちょっと残念な報告なんですけれども、控訴審を絶対戦いますので、引き続きご注目いただければと思います。もうショックで食事も喉を通らなくなるかと思いましたけど、この2日間も裁判所に怒りがもう消えることがなくて怒り続けてるんで、めちゃくちゃ腹が減るんですね。怒ると腹が減るってことがよくわかるね。明日次のスライド。どういう住民訴訟だったかというと、高校無症状等訴訟っていうので、大阪市立の高校22校、今21校ですが、来年で、この来月、22校にまた増えるんですけど、全部丸ごと大阪府にタダであげるっていうことが決まってます。で、まあ、私立が不立になるだけではなくて、土地建物、大阪市公有財産台帳価格で1500億円の土地建物も全部丸ごと大阪府にあげますと。ただで借りるっていうことがなったので、それは大阪市民の財産を毀損してるっていうことで住民訴訟をしました。で、なんでちょっと前のでなんでまだなんで私立の高校を府立にするんやってなった発端っていうのは、私立高校と府立高校があるのは二重行政であると、だから私立はいらんのやと、まあ、そういう非常に暴論で決まった教育行政なんですね。で、次お願いします。で、私たちはずっとこの高校以下の目的っていうのは、決して教育上の教育レベルを上げるとか、未来の大阪の子どもたちにもっといい教育をしようっていう目的ではなくて、ただの不動産目的であるっていうことを言ってきました。で、なぜかっていうと、すでに今ね、大阪市立の工業高校4つあるうち3つはもう統廃合決まってるんですよ。それを1個にするんですって、3つを。で、土地建物は売却するっていう方針も決まってるんですね。その決めた状態で大阪府に渡すんですよ。そうするとどうなりますかね。大阪府がある工業高校の土地建物を売却したら、その売却益は大阪府の財布に入るんですよ。大阪市営で整備した高校なのに。で、これはもう絶対おかしいということをずっと言ってきまして、特に大阪府っていうのは府立学校条例で3年間定員割り続いたら廃校にしますっていう荒っぽいルールを持ってまして、この3年ルールによって大阪市立高校を引き受けたら定員割りしてるところをどんどん潰していって、まあ、現金収入に変えるんだろうなということが予想されます。で、結局大阪市の財産をむしり取るって言った橋本さんが知事の時代にですね、といったことが、ま、そのままですわ、行われているっていう案件なんです。次お願い。
で、まあ、住民訴訟をしたところ、去年の10月7日に提訴しました。でそうすると、普通 2,3 年かかるんです、一審判決出るのに。それが10月7日に提訴したら、裁判長が要するにこの4月にはもう無症状と方向以下にされてしまうので、まあ、ポストで訴訟だからそれまでに判決を出さないといけない、だからもう皆さん原告も被告も大変でしょうけども、年度内に判決を出しますっていうふうに裁判所が決めてくれたんですよ。ここまでは良かったんですよ。この時はこの裁判所は分かってくれてるなとめちゃくちゃ喜んだんですね。まあでも良かったのは実はもうここまででした。じゃあ次を見たい。で、争点ですね、ちょっと何法何条と出てきてややこしいんですが、ちょっと簡単に説明すると、一番上の地方財政法のところなんですけど、この、ね、27条1項に、都道府県が高校を建設するときは、その建設費用を地元の市町村に負担させてはダメだということが明確に書いてあるんです。ということは、私立の高校を大阪府に丸ごとただであげるっていうのは、結局府立高校の建設費用を大阪市が負担してるのと同じでしょうと、私たちはそう言ってたんですね。で次の地方232条の2っていうのは、これ自治体が寄付をするっていう時には公益性がないとダメだよっていうことが決められてます。自治体って別に市長のお金ではなくて市民の財産を預かって使ってるわけですから、もっともっと寄付とかしたらダメなんですよ。よほどの公益性がないとダメだよっていうことが決まってるんです。で我々は大阪市が高校をただで大阪府にあげたとして、高校がそのまま使われたら現状維持じゃないですか。で逆に売り払われて売却されて、その売却代金が大阪府の収入になるっていうのは大阪市に損害与えてますよね。もともと大阪市のものになるはずだったわけですから、だから公益があるどころか逆に損害与えてるからこれもダメだと言ってました。で、次3と4はちょっとテクニカルな手続き的な問題でして、さっき4の方を見てほしいんですが、大阪市財産条例16条というのがあって、これが寄付について定めてます。で大阪市も寄付ができるんですよ。ただそれは条文を見ると特にね、必要と認める場合に限りっていうかなり厳しい限定がついてて、で大阪市はこの財産条例16条を使って市長の裁量で巨額の高校不動産の大阪府への譲渡をやろうとしていました。なので私たちはこんな巨額の寄付にこの財産条例16条というのは適用できないと。でその上のですね、地方自治法に基づく議会の議決がいるという主張をしていました。はい、じゃあ次を。で裁判所の判断なんですね。財産条例が適用 できるようなもんじゃないっていうのは、そこまでは私らが言うてることを認めてくれたんです。じゃあ議会の議決がないからあかんやないかってなるかと思ったら、いやいや議会は議決してるんだという非常に無理な解釈をして、でこの高校以下で議決したっていうのは、2020年12月に大阪市学校設置条例という条例を改正して私立の高校を廃止しますと、もう大阪府にあげちゃうんで私立の高校を廃止しますっていう議決はしてるんだけど、1500億円の土地建物をただで大阪府にあげますという議決はしてないんですよ。で大阪市のルールではね、土地建物とかね、売却するたびでもそれを議決しないとできないんです。これ単行議決って言って、単独で土地を売却しますっていうね、それ対価入ってくるものですらちゃんとそれだけの議決を取りなさいよって決まってるのに、ただであげるのに単行議決しないとおかしいじゃないですか。なのに裁判所はこの大阪市立の高校を廃止するっていうことを議決したときに、一応市議会で土地建物が無償譲渡されるよっていうことも含めて市議会で議論してるから、無償譲渡についても議決したのと同じだと見なせるんですっていう、だから手続き的な問題はないですっていう判断をしました。で、もう一つ
判決文を読んでて裁判所の根本的な立ち位置が分かったんですが、裁判官はどうも今回の高校以下に公共性公益性があるっていうふうに判断してます。いいことするんやから土地建物の無償譲渡するのは別に構わへんやろうと言えないかっていう、まあ、そういう判断なんですね。だからちょっとこれ届きます。だから次控訴審はやっぱり公益性がないと、高校以下っていうのは土地長さんたちの公用財産の私物化だということをしっかり訴えていきたいなと思っています。で一番大事なのはこの勝訴判決を本にまとめるはずが敗訴判決をまとめることになってしまいましたが、この間もちょっといろんな内幕も含めて書籍にまとめますので、皆さん今日チラシが入っていると思いますが、ぜひそこにお名前住所等を記載して私の方まで持っていただければ、来月末には自動的に本が届くことになっています。以上です。ありがとうございました。こんにちは、山田と申します。大阪市会を傍聴してということで少し話させてもらいます。私は名古屋市からですね、大阪市に転居しまして引っ越ししまして、まあ、ちょうど4年4ヶ月になります。まあ、今大阪の淀川で住んでおります。淀川と別に川じゃないんですけども、神崎川のこの近いんですけども、名古屋では市議会、まあ、県議会にも、まあ、一度も傍聴したことはありませんでした。で、まあ、まさに名古屋が住んでおりましたけども、大阪に移ってからですね、いわゆる、まあ、維新政治、維新の政治に対して本当に肌が立つことばかりでですね、本当にまあ、黙っておれないということで、まあ、大阪市議会、大阪市会をですね、定期的に傍聴するようになりました。大阪市廃止特別区設置を問うですね、住民投票の、まあ、法定協議会、まさに法廷置けなかったからですね、まあ、法廷協議会なんかも、まあ、毎回のように傍聴したりですね、その後は大阪府市一元化条例の審議とか、あるいは最近はこの大阪、IR カジノ万博に関する、まあ、審議を傍聴してきました。まあ、傍聴はですね、やっぱり生がいい、まあ、ビールも生がいいんですけども、生で司会のですね、特に本会議なんか傍聴しますとですね、かなり上の高いところから議場を眺めるわけですけども、まあそういう傍聴していると維新が、まあ、圧倒的に数が多いわけですけども、まあ、維新に対する、まあまあ、怒りが膨張してくるという、まあ、そういうことでですね、まあ、やる気も出てくる、まあ、僕名古屋におった頃はもっともちょっと遅れていたんですけど、最近、まあ、元気が出て、まあ、維新に元気をもらっているという、まあ、非常に感謝しておりますけども、まあ、傍聴席から上から眺めてみるとですね、松井市長はですね、威張ってですね、まあ、まさに親分派だというか、どっかの団体の親分のような感じでですね、でかっと席に座ってですね、で維新の議員が、まあ、発言するときはですね、深々と親分に頭を下げてですね、で発言しているという、まあ、そういうようなことがよくわかる、本当にまあ、でも残念ながらコロナの以降ですね、特に委員会の傍聴は生でできなくなっちゃって、まあ、本会議だけなんですけども、まあ、でもモニター傍聴でもですね、かなりいろんな会派の違いが分かると。あ、次、あ、まあ、これが司会のこういう本会議がいつあるかとか相当の冊子です。もう一つ次にお願いします。まあ、これ本会議場の様子で、これはある市会議員の方が撮った、まあ、僕らは写真撮影できないものですから、そういうのをちょっと使わせて、次お願いします。でこれ都市経済委員会という、まあ、これ16日15日あ
先日あった都市経済委員会に参考人招致といって、左の方にあの MGM とオリックスの代表取締役が並ん で右の方に、まあ、あの議員さんが質問を、まあ、やるという形で並んでおります。で、まあ、この時ですね、私あの、あの市役所の屋上にあるあのそういうモニターテレビが見えるところで傍聴しておりましたけども、あの維新の藤田議員がですね、ものすごく時間が維新は長いんですけども、議席の数で、あの結局要はですね、あの自分たちに都合のいいような答弁を引き出すような形で維新の慣れ合いといいますか、そういう、まあ、誘導質問をして、あの、まあ、の話を終えたというのが非常に印象的でした。もう一人、あの公明党の山田委員というのが、まあ、おります。同じ山田でも全然違いますけども、あの、まあ、山田かってないあのことなんですけども、あの、まあ、IR 誘致に向けてですね、簡単に言えば公明党多分、まあ、同意するという、まあ、結局あの大阪藩がこの前も議会で議決していました。今度の火曜日にですね、大阪市議会の本会で、それが大阪府のあれを今さっき森井さんがですね、あの説明されている大阪府の事業をあの大阪市が、の土地でやってもいいですよという、そういう同意の議決が来週火曜日に行われます。で、公明党はこの同意に向けてですね、同意の材料をあの参考人から、まあ、あの引き出そうとしているという、まあ、そういうようなことで、あの非常に、まあ、腹が立ちました。まあ、そういう中で結局この来週火曜日が、まあ、一番大きなポイントです。まあ、僕自身あの司会の傍聴だけをやってるだけじゃなくて、あの陳情書というのを毎回出したりしてですね、今回も2通今度市経済委員会と建設法案委員会宛てにですね、あの陳情書を出したり、あるいは情報公開請求という情報を出せと、さっきあの森さんが言われていたようにですね、あの基本協定書案というのをですね、本来あの全部出す必要があるんだけども、ホームページにはですね、概要書案という概要版、本当にたった2ページぐらいのですね、全然わからない、だからよっぽどやましいことがあるからですね、大国 IR 推進局に電話して、抗議の電話をして、まあ、拉致が開かないから情報公開請求して、あの調整と全文を手に入れたり、あるいはあの事業者との協議経過をあの手に入れました。まあ、そういう中であの、かなりいろんな問題が見えてきたということです。もう時間がありませんから、まあ、ぜひ皆さんもですね、あの近いあの深い、僕大阪深いことも気分が不快になってしまってですね、あのもう府庁へ行くと、まあ、本当に心身とも不調になってしまうんですけども、まだ司会の方があのいて、まあ、あのやる意味があるような感じも持ってますから、ぜひこれからもやっていきたいと。でもう一点だけ最後に、あの朝日新聞の26日の土曜日の朝刊にですね、あの住民投票へ署名運動開始という、そういうあの記事とです、その下に富田林市議会が意見書を提出してですね、あの市議会でこういう住民投票をやりなさいと、その市民団体があの要請して、そういう意見書は採択されたという、これなんか非常に小さな記事ですけども、やっぱりさすが富田林、富田ことやるというか、まあ、あの非常にいいことをやってくれたということでですね、あの紹介して私の発言に変えたいと思います。どうもありがとうございました。大阪府食労で書記長をしています河津と言います。本日は市民連帯集会に報告する機会をいただきありがとうございます。資料を共有しながら報告をします。保健所では保健師や職員が府民の命と暮らしを守って第6波の時も必死に頑張ってきました。今の大阪府はこの現場を理解しようとしていない、これに尽きるのではないかと思います。大阪府の保健所について改めて触れてみたいと思います。保健所は
憲法25条に基づいて、誰もが健康で文化的な生活ができるように、公衆衛生を守り、向上させる役割を担っています。また、新型インフルエンザやコロナのような感染症が発生したときに、その蔓延を予防する、あるいは難病を発症した方や、精神疾患を患った方など、普段の生活ができなくなったときに、一人一人に寄り添ってサポートをしていくというのが仕事となっています。そのため、保健所では保健師だけではなく、多種多様な職種の職員が働いており、まさに専門家集団として役割を果たしています。保健所は都道府県に設置義務があって、政令市や中核市にはその権限が委任されています。一部の業務は市町村が設置する保健センターへ委任されています。ではなぜそんな大事な保健所がこれほどまで減らされ続けてきたのでしょうか。もともと大阪府の管轄する保健所は29箇所ありました。それ以外は大阪市、堺市、東大阪市にありました。そして1994年の保健所法の廃止を契機に削減に向けた動きが全国的に進み、2000年には大阪府では7つの保健所が支所に格下げされ、15保健所、14支所となりました。この頃から身近なサービスは市町村、都道府県は専門的・広域的業務という方針に従って、保健師業務が地域分担制から業務分担制へと変えられていきました。その後も行政改革などで職員の削減が進み、2004年になると14支所がすべて廃止され、15保健所となりました。中核市への移行もあって、現在大阪府が管轄する保健所は9箇所となっています。政令市や中核市も含めて、大阪府内の保健所がこの20数年間でどれだけ減ってきたかというと、2000年当時61あったのが、今では18箇所、3分の1以下になっています。もし2000年当時の保健所があれば、大阪の死者数や感染者数も違う結果が出ていたのではないかと思うと、悔やまれてなりません。ここまで話をすると、保健所を減らしたのは維新ではなく、維新になる前の知事や市長が悪いんじゃないかと言ってくる人もいます。問題なのは、誰が減らしたか、誰が悪いのかではなく、今、この現状をどう捉え、改善していくのかが大事だと思います。また、この十数年間、何をやってきたのかということだと思います。その上で、厚生労働省の新型インフルエンザ対策総括会議の報告書で、2009年に新型インフルエンザが流行した時の総括として、地方自治体の保健所や地方衛生研究所を含めた感染症対策に関わる危機管理を専門に担う組織や人員体制の大幅な強化、人材育成を進めることが必要だと書かれています。この時の知事は維新の会の橋本徹さんだったわけです。ここから12年が経っていますが、保健所体制は強化されるどころか、風職員の削減に合わせて保健所の職員も減らされてきました。資料はその当時から毎年何人削減されたかを示しています。保健所の強化など一切ありませんでした。よく中核市に移管したから減っているのではという方もいますが、中核市移管による原因は含んでいません。純粋にこれだけ職員が削られてきたということです。また、大阪はなぜ死亡者が多いのか、現場の声に耳を傾けず、トップダウンで決めているということに一つの要因もあると感じています。第6波では、高齢者施設でクラスターの発生や、高齢者の方が
多く亡くなっている事態になりました。これについては第4波の頃から保健師たちは危惧をしていました。私たち不織労も昨年7月の時点でこうした声を受け止めて大阪府に対して改善要望を出しています。コロナ陽性者の療養ホテルを充実させ、必要な看護師を配置して適切に医療や看護が提供できるようにすること、クラスターが発生した高齢者施設に対して適切な支援ができる体制にしてほしいと要請してきました。しかし、こうした声は聞き入れられませんでした。現場の保健師や職員の声にもっと耳を傾けていれば、改善することはできたのではないかと思っています。最後になりますが、救える命が救えなくなる事態を解決しなければなりません。これまでも大阪府が進めてきたような経済や成長最優先ではなく、また維新、府政、市政が万博や IR に人もお金も使うものではなく、公衆衛生、医療、福祉を優先することが必要だと思います。さらには、保健所体制の強化や災害等を想定した風職員増も必要です。それには何よりも命を大切にする国や自治体にしていくために政治を大元から変えていくことも必要だということを述べまして、私の報告とします。ありがとうございました。こんにちは、柿永です。私の報告はさっき の森さんの森先生の怒りと同じですので、そう聞いてください。夢島火事の危険って無駄、お金かかりすぎやし、火事の業者言いなりやということで反対です。で、この皆さんが行かれたらここ通れはるんですけどね、これ夢島トンネル2キロで636億、普通200億ぐらいなのに、ここはものすごくかかってるんですね。おそらく食い打ちをしてるからだと思います。次お願いします。たくさん、フワーコ作ってきたけど、5分でやらなあかんので。今のとこがここからこういうふうに来てるんですね。で、このこっちから取ってますから、ここがやたらに大きくなってますけど、ここ丸してんの、ここ汚いとこやでということを分かるように。それから、ここはね、今ね、地下鉄の工事してますね。ここやってますねっていうのを見ていただいて、それから本来はここも含めて万博の会場やったはずなんです。それがもうここ諦めてますね。汚い水入ってるしね、もうええかと思ってはるんです。次お願いします。で、丸してたんがこれです。今もこの黄身の悪い泡がボコボコ出てます。で、これはここにありますのは一区の汚い水を処理するところです。そこから二区へ流してるんですね。大阪市の環境局は、僕たちはここまでの水は責任持ちますと、ここは知らんって言い始めます。ここは公安局の責任です。このボコボコしてるのを公安局持って行きました。公安局、なんでそうなんねやろな、分かれへん。分かれへんかったら調べたらええかって言うてんだけど、いまだに調べてなくて、万博のね、予定図はここはね、この噴水になってますね。万博推進局のお姉さんに、あんたな、こんな汚い水のとこな、噴水にして水巻き上げてどうすんのって言ったんです。そしたら、これはあくまでもイメージ図でございますから、イメージで世界で言うから、次お願いします。で、大阪と大阪府はね、万博と IR一体になって考えているということを皆さん覚えておいてほしいんです。で、万博は万博、あやあやじゃなく一体で考えています。で、夢島、ここ先島ですね。前島、夢島です。ここは水深5メーター、10メーター、20メーターです。深くなるほどね、タコつくんです、いろいろね。で、一体と考えて、どちらも一個こう黄色して、ここ汚いでっていうことのために焼却灰が入ってますから、ゴミ燃やした後の灰が入ってますから、ダイオキシンや PCB やそういうね、ヒ素やそういうものの塊のとこやから、
ここは使うとあかんでと。だからここは使ってません。ここを使おうとしてるからあかんやんかって私がすごくね、怒っているんですが、これね、ここでね、オリンピックしようとしたんですね。で、その時に私もこの裁判にもかかってて、小西和人さんというね、釣りサンデーの亡くなります。で、ここでもいろいろやってたんです。その時に、1998年シドニーオリンピック会場の予定地から廃棄物の処分場やってその保持があることが分かって全量取り出せということになって全量取り出して新しい土入れてすごいお金がかかったというのがあって、ほんなら調べという小西さんたちの要求で大阪市も調べました。周辺海域のおでよね、出てくるわ出てくるわ、もうほんまに強烈な観光法である大浴神から有機すぐ TBC っていうのは船なんかのね苔がつかないように塗る薬です。ものすごい猛毒性でとか PCB なんか続々出てきて、高度経過水産の時の工場から垂れ流したこの辺のとこね、それが流れてくるわけやから当たり前のことなんですね。それで公安局と話してね、公安局もね大阪市公安局やったのが2020年大阪公安局に名前変わってから、さっき森さんおっしゃってましたからトップは皆の方から来ますね。私の話するときあんた大阪市の職員大阪府の職員って聞くんです。いえ僕は大阪市の分かった、そんなちゃんと話する、そんな感じで付き合っていますけど、でその時に有害ゴミの上で国際的なイベントを開くのは世界の非常識だったんです。それが日本の常識になってどうすんねんっていうのが今だからね、公安局がきれいな浚渫土砂と建設廃材ですから、どこにきれいな浚渫土砂あんねん、建設廃材言うけど悪名高い産廃業者が持ってくるのきれいに砂が持ってくるわけないでしょ、そういうのがここです。次お願いします。でこれは最近です。1区はここ4区はもうね住んでるとこなんですけど、ここの1区ですね。でこれをここ2019年9月の市長報告でここ狭い境に100平米なかったらあかんからこっちに広げようかと言ってるんです。1区にほんなら1区ってさっき言ってたようにね焼却が入ってますやん。その時に公安局との話し合いは使途が限らないようなところにしますと、万博でね、グリーンテラスって書いてあるけど、テラスが出ていくのちゃうんって言うたんですけど、いえ、人が立ち入らないようにします、言うてたのに、いつの間にか会場を別に入れてはる。次お願いします。どんなにすんねんだ、そこ。こんなんなんなん、危険エリアも何もそう、こんなんする。さっき森さんがタコついてるよ、この大屋根、これですよ。こういうふうにしようと言ってね、いや、あれはイメージ図ですからって、万博推進局のお姉さんがどんなにおっしゃいましょうが、これで世界に行ってるわけです。次お願いします。で、私が頭にカチンときたのは、この地図を見たときです。いつの間にこの一区に業者に来てんの？で、これが予算オーバーした、この丸々の。ここ汚い、さっきのボコボコの。こんなとこですらん。次お願いします。素朴なね、話をするんですが、私は一市民としてずっと40年ぐらい活躍してます。その資料は普通の市民が手に入れることができる資料でやってるんです。だから傍聴に行ってもらうとか情報公開制度でもらうとか、この情報公開制度が本当に悪くなってるのは維新以来、平松ちゃんの時までは良かったんですよ。名誉のために言うときますけど、そうなんです。それでこのちゃんと書いてあるんですよ。一区には焼却灰など1400万トン、全部ほんまの皆さん嘘言ってるちゃうか、違います、全部資料ありますから、証拠見せ言わんだったらいつでも見せますよ。それを調べてるんですけど、これね、ここ掘ってここまでは真海底、海底ですよ。こっから下はゆるゆるの沖積層といいましてね、お豆腐みたいな自然に土が溜まってます。で、ここだけ見させてもらうと、お豆腐の上にカステラみたいなの乗せた。ふわふわのゴムがね。その上に今ね、
けどプラスチックも入れて、笛をカッチンカッチンに固めれば固めるほど重たくなって沈むんです。これを持って自慢沈下って言うんですよ。下がりがすなんかでも。だからさっきの森先生の話じゃないけど、今は液状化でね、液体のやつちゃうかとかってね、そのうちに必ず自慢沈下言うてこられます。気が遠くなるほどお金かかります。次、あ、それでね、まあ、ちょっとこの資料ね、今日は皆さんに分かっていないので、みんな勝手にベラベラ喋ったなと、その資料横3回という方がおいでになれば、全部ここに渡してありますからね、プリントアウトしてもらってくださいね。次お願いします。で、さっきの森先生も使われたけどね、どこを見たら一番、IR ね、IR、あの高い建物建ててますやん、どこら辺に建てんやろかって調べたら、この102部。これずーっと調べますとね、ハンマーをね、ハンマー、重たいハンマーをボーンと乗せて、どのくらいか、何回かかったら下落ちるかっていう、こんなん、シュル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 、シュルシュルシュルとなってるとこですよ、これ102。ズボーンとすぐ。それで、こーんってやっと止まったかないか、57メーターです。ね、そやけど、まだここ下がゆるゆるですね。そらあかんやろ。あんな高いもん建てにやったら、もうちょっと下まで言うたらね、87メーターです。経験で言いますと、前島に派手な焼却炉ありますやろ。あの焼却炉で一番重たいのが炉なんですよ。炉はしっかりせなあかんと。その時に下掘って掘って、70メーター下まで掘って、で、それが200本ぐらい来てるんです。これであそこのね、焼却炉660億って高かったんですよ。同じことこれ、スルスルやから、87メーターまで。次お願いします。軟弱地盤なんですよ。これは大阪、こう今なんか私はこの辺に行ってたもん、これ。海の中やったんですよ。もうドルドルなどって、次お願いします。で、これね、当初計画をどんどん変更します。安定的地盤まで空輸地したら、どのぐらいかかるかって、桜田先生がこんなざーっと計算して、皆さん、ざっくり1本1億やなと、1億かけて食い打ちせなあかん。で、この間、カンテレの番組見てたら、地下鉄の工事、さっきの黄色いとこね、その人が、いやいや、もう担当者がね、もう高いもん建てますね、当たり前やん、お金たこつくからですよ、1本1億やから。もうこれはね、もういや、もうこれ夢と消えてます。そんなん立てられへんと。次お願いします。で、この IR かってね、これ何本立てなさん。一本一億の杭を。だから、もうやめとこか、この辺でやめとこかって。ね、そうたらさっきの57メーターですなと。80メーター高い。それで、しょぼい計画になってるんちゃうかなと。私に相談があったわけではないから、わかりませんけど。なんで不明したのっていうね、何も質問してもね、私には資料出せへんのです。どうせ喋りやからと思われてるんです。だけど、こういうのちゃうかと思ってます。っていうね。で、もう一つ大事なことは、巨大地震、海溝型巨大地震が15年以内に来るって、学者の先生言ったはずもしですね。それで言うと、もう軟弱なとこです。大阪も調べてます。次お願いします。これ。南海トラフ巨大地震が来たら、これ最近ですよ、液状化の、これこそ液状化です。普通のところがパー揺れてね、液になるんですよね。これ見てくださいよ、夢島、ぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃ。ほんでね、前島ぐちゃぐちゃ。夢島はね、まだそうでもないやんかと。で、これをもって、夢島の地盤は安定してますって、こういうこと言うんですよ。違うやろうと。まだお目覚め途中でね、液やねんと。液状化じゃないね、液やねん。液やねん。だから、こんなん危ない。さっき言ってました。ね、IR のところだって、2区3区は、浚渫列車の中には、有害な化学物質が混ざっている。汚染の当たり前です。それから、1区なんていうのはもっと、初めからあかんでって。あかんから、その法律で、ここは使ったらダメよ、なっているんです。次お願いします。あ、これちょっと戻らない。これは最後の方やん。ちょっとだけ戻ってくる。
飛んでしまった。もうちょっと戻ってください。あのね、いやいや、戻んね。進まんと戻ってちょうだい。これ進んで。戻って、もうちょっと戻って。あ、これ。今のと。ここにちゃんとね、したらあかんことって書いてある。ここは、ね、まだ、今の夢島の一区は、まだ水がね、pH が高いし、それからメタンガス出てるから、2025年までには終われません。終了できません。その場合は、使われへんのです。使われへんけど、伊豆に大津のとこで作った経験があるから、ビニール引いて、上に50センチ土ね、振ったら、使えることは使えるけど、50センチ以上濃い打ったらあかんよくなってますね。50センチですよ、あなた。そんなんね、ポンと置いとくだけや。あなた、台風来たときね、あの4区のあのぐっついコンテナでもうポーン飛んだのに、そんなんだとね、危ないじゃないのって言うと、そしたらどう言ったか。これは石田さんに言い張ったんやね、担当者がね。いえいえ、50センチどころか、土はもっと積むから大丈夫です。でも、土、この規則の中には土はあんまり積んだらあかんという規則があるんです。20キロ以上積んだらあかんねん。どないすんねやと。もうね、この結局私分かりました。IR 推進局も、万博推進局も、ゴミについては素人さんが来てるんです。大阪府は直接使用して、あのゴミなんてやってませんからね。だから、そういうことはあるんです。すいません、ちょっと急いで進んでください。待って。はい。で、今のところちょっと、もうね、こんだけお金使いまくってるんです。すでに。これからまだ使おうとしてるんです。で、次にね、本来行けなあかんの、次お願いします。桜田哲夫氏のメッセージを。どうしました？会場と万博で。4000億使うことに決まりました。淀川サランセも入れてですよ。夢島造水は松井市は6000億使ったいと自慢すなって言うんですけど、自慢してます。ジュラシックパークの汚染土壌を変えたあの USJ だって1000億程度やったと。790億のうち汚染土壌費用は360、そんなぐらいだよね。あの広大な敷地の汚染土壌を出すのによって、そんなね、費用では済みません。しかも行政が関わらへんかったら、どんどん丸天井に、そういうことすればするほど儲かるわけですから。もうほんまにね、そんなん、地盤沈下費用が400、そんな橋高めで済むわけないということで、しかも全額大阪市の負担、観光客の来場予定次第では撤退も。散々一人やるだけやらずで、やめる場合あるでってね。ほな、アメトンカの世界でしょ。私はそういうことをあんまり使いたくない。上品に暮らしたいと思ってますけど、アメトンカの世界ですよ。第一、ねえ、カジノ言うけど、あんなあの親分とね、日本で言った金貸しさんがやってはんのにね、純情な仕事ではないと。そういう人と付き合うときないと、子供のときはずっと言うてきました。ね、だから今、大阪市がここまでアホにされてるからね、もう絶対市民の力で、分かってんねんから、分かってる市民の力で、こういう無謀なことをやめさそうやないかというのが、いろんなところでね、提案されてる住民投票もそうですし、これから監査請求するかも分かりません。その時を皆さんぜひ、私一人でもしょう思ってますけどね、ぜひ、一緒にやったんで、かわいそうに。そう思ってくだされば、どうぞご参加ください。今日はありがとう。今日もう何人気づくのかと思ってね、もう本当心配してたんでございます。今日ここに来てくれた人は、みんな私の大親友です。皆さん仲良く行きましょう。ありがとうございました。以上、4名の方からのゲートークでした。ありがとうございました。続きましては、西谷文一さんからの映像です。なぜ吉村知事、松井市長がテレビに出続けるのか、もう騙されない、維新の嘘を徹底暴露していただきます。
では、ご注目ください。はい、どうも皆さん、こんにちは、山田です。先月私、アフガニスタンに行きまして、明日午後6時半、いや、午後5時半頃ですかね、関西テレビで報告しますので、何かあったら流れますけど、まあ、何もないと思いますので、もしよろしければ見てやってください。で、実はですね、私はアフガニスタンも行ってるんですが、ウクライナにも行ってましてね、8年前、キエフに行ったんです。で、問題なんですが、クイズですけど、ウクライナのキエフはですね、日本のとある都市と姉妹都市結んでるんですが、どこと結んでるか知ってあります？これ京都なんですよ。で、要は真ん中にドニエプル川が流れてて、で、昔の聖堂がいっぱいあってね、で、市電が走ってるんですよ、キエフ。だから、鴨川があって、で、東寺があって、京都の市電ありましたからね、よう似ている、そういうその綺麗な街が今、爆撃されてると。で、地下鉄乗りましたらね、もう延々ともう地獄に行くんですよ。でこれは なぜかというと、これ分かりますよね。核戦争、米ソ冷戦の時に核戦争になったらみんな逃げろよってね、地下鉄がめちゃめちゃ深いわけですね。で、10年3月にクリミアを併合しました、プーチンは。でこの時に私行きましてね、これ独立広場、この独立広場の地下が地下鉄なんですけど、で、まあ、この時から、プーチンがいろいろ嘘ばっかりついてね、で、いろんなことやってたんですが、実は戦争と原発は嘘だらけでありまして、実はこれ、チェルノブイリ原発 の展示があるんですよ、キエフに。で、これ、5月1日のメーデーの様子なんです。で、チェルノブイリは4月26日に爆発してるんです。当時の旧ソ連は隠したんですね。なので、みんなメーデーに行って被爆してるんですよ。だから、これは福島のスピーディーが隠されて被爆したのとよく似てますけれども、要は戦争や原発や維新の会は嘘ばっかりということなんですがね、これはウクライナはですね、ヨーロッパのパンかご言われまして、めちゃめちゃ小麦が取れるんですが、これ映画ひまわりね、ソフィア・ローレンの。ひまわり畑、あれウクライナですからね、だからものすごいいい土地なんですね。で、ここをロシアが今、嘘ニュースで攻めてるわけですが、皆さんこれは見てはりますよね。ロシアの国営放送の生放送中にこの女性が出てきて、ノーワーって書いてますよね。戦争するなということと、この下は何て書いてあるかというと、プーチンの嘘に騙されないでって書いてあるわけです。で、これはですね、このテレビしか見ないロシアの高齢層は、プーチンの嘘にまんまと騙されてるわけですが、これがですね、日本もよく似たもんで、橋本人気はですね、このテレビが作ったわけですよ。この読売テレビが主にね。で、これで、この橋本をどん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 出してきたと。で、イソジン、吉村、玉川、松井もずっとテレビで撮る。で、皆さん、吉村は竹藤の弁護士やってるのを知ってはりますか？サラ金の竹藤の顧問弁護士。スラッド裁判、竹藤側に立った。ね、で、竹藤の竹会長が疑り深い人で、ジャーナリストのね、ところに盗聴器仕掛け取ったんですよ。これがバレて、竹会長捕まって、吉村は裁判負けるわけですけども、この時に竹藤から人々を守っていたのが東京都知事のに出た宇都宮健児さんなんですよ。ね、だからもしね、東の東京で宇都宮さんが勝っておれば、めちゃめちゃ分かりやすい構図ができていた。それは何かというと、東はね、竹藤から守ってくれる正義の弁護士で、西は竹藤の弁護士やということになれば、これどっちがええねんってなったら、それは東の方がええやろということになるんですが、残念ながら、東は緑の狸が勝ち取ったからね。だからどっちもどっちやということになって、で、この東と西の真ん中に金メダルをかじったおっさんがおるんです。でですね、この吉村というのはですね、この文通費、ね、これ1日100万出る、これ国会議員100万も出るやないか言うて、ツイッターにこの国会議員はもう、改革だって書きよったんですけど、皆さんご存知でしょ？吉村という人は国会議員やってたんですよ。で、2015年の9月26日に国会議員を辞めて大阪市長に出ると。ほな、9月26で辞めろよと思うでしょ？10月1日まで引っ張って辞めてるんですよ。100万儲けから辞めとるわけね。こっちの方が悪質ですよ。で、維新はですね、この100万円はね、これはもうもらわれへんから寄付するよった、ね、どこに寄付するかやと、足立康氏は足立康氏に寄付しとんねん。東徹は東徹に寄付しとるわけですよ。何やねこの人らと。ということで、そもそ
も製造助成金は返しませんよね。せっせせっせとね、基金作って蓄財するわけです。じゃあ、橋本、吉村、高人の関係言いますね。そこまで行って委員会というテレビ番組がありました。この番組を作っている制作会社の顧問弁護士が吉村だったんです。で、その後、屋敷高人の弁護士になるんですが、橋本という人物が大阪維新の会を作って、で、地方選挙にね、こう、打って出るときに、人材が足らんわけですよ、市会議員や部会議員の。それで、誰かええのおらへんかいうときに、屋敷高人が、ええのおんでということで紹介したのが吉村なんです。で、そこから、市会議員から衆議院行って、で、市長行って、今、知事になっとるわけですね。まあ、そういう流れです。次、松井一郎いきますね。松井という人のお父ちゃんは、あの笹川良一の運転手ですね。つまり、松井の父親はですね、住之江協定に食い込んで、電気工事を一手に復旧する会社を作って、大儲けして、その金で、松井のお父ちゃんは大阪の府会議員、自民党が出てなって、で、この出来上がり息子がその世襲で継ぎ取るわけですよ。つまりですね、安倍晋三という人のおじいちゃんは岸信介ですね。これ、永久戦犯容疑者です。松井一郎のお父ちゃんの親分は笹川良一で、これも永久戦犯容疑者なんですよ。つまりですね、安倍と松井は右翼つながりで、この4人でですね、盆と暮れにですね、毎年飲んで相談してるわけです。どういう相談か。安倍晋三が憲法を変えたい。そのために維新の会は全面的に協力する。その代わり、維新の会は大阪にカジノを持ってきたい。カジノだけではインパクトが足らないので、じゃあ、万博をつけましょうかと。万博は国の事業ですからね。ということで、こんな形でですね、勝手に決めていったと。で、この、意外なところ、これ、右翼つながりが森友につながってまして、森友問題というのは、森友学園を大阪府が認可したから、あの土地を売ることになったんですね。これ、幼稚園児に教育直後を暗唱させる幼稚園ですよ。で、金も足らんわけです。絶対認可なんかしたらあかんのに、この男が無理やり教育委員会に割って入ってきて、で、認可させて悲劇があるわけですね。はい。で、維新と竹中、橋本、吉村、菅、この頭の中には竹中平蔵がいるわけですよ、簡単に言えば。つまり、もう儲かるところはみんな民営化して、で、食い逃げしたらええと。で、橋本徹という人物が、この公務員を大リストラして、窓口職員が足らんようになってですね、で、結果どうなったかというと、北区パソナ、福島区パソナ、ね、みんなパソナになっちゃったわけ。パソナの社長、まあ、あれ社長が竹中平蔵でしょ。で、竹中平蔵はですね、もうテレビで何と言ってるか、若者には貧しくなる自由がある。貧しさをエンジョイしたらいい。成功したい人の足を引っ張らないって言うんですね。だからこれもう皆さんこのさっきから出てますが、そのもうそういうものでリストラしてるから、大阪は100万人あたりの死者数がダントツでワーストです。で、病院看護師のリストラ、さっき保健所出てましたけど、全国平均で病院は 6% しか人員削ってないのに、大阪は5割削ってるんですよ。保健所は 24% も削ってる。つまりこの13年間の維新政治でコロナでお亡くなりなんですね。だから自宅放置の死者数もワースト。だからこの事実を本来はメディアが報道せなあかんのに、全然メディアが報道しないからね。で、まあ、カジノと万博だと、スロットマシンね、もうこれはもう皆さんご存知だと飛ばしますけども、さっき出ましたね。じゃあなぜ批判しないのか。ね、それは、安倍晋三という人が吉本新喜劇に出ましたが、一体何が起きてるのか。吉村知事も出たんですよ、新喜劇に。で、吉村の横にいるのは尾崎博史という大阪商工会議所の会頭で、大阪ガスの人ですわ。で、その隣にいるのが吉本興業の大崎博史という会長ね。この3人がカジノで利権でつながってるわけですね。つまりですね、このカジノができます。カジノができたら隣にホテルや劇場ができる。この劇場の運営権を吉本興業が取ろうとしてるわけね。で、吉本興業の今の、会長ね、大崎会長と岡本社長は、もともとダウンタウンのマネージャーです。で、ダウンタウンの松本人志というのは、ずっと安倍と飯食うて、で、万博アンバサダーやっててね、で、やってるでしょ。ということはね、吉本興業のトップ2人と、あのダウンタウンが維新と組んでるのは、吉本タレントは知ってるわけですよ。
だからテレビで吉村さんかっこええわとかね、大阪と豪勢早くやってほしいわとか持ち上げるわけですね。だからそういうテレビばっかり見てるのはロシアの国営放送と一緒なんですよ。だから大阪府民は騙されると。で、今までは読売テレビがあるかってまだ毎日放送まだマシやったんですけど、なんとその毎日放送までが今年正月にですね、あの橋本、松井、吉村3人出して宣伝すると、なにわのプリンスがあると思うんですよ。どう思いますかこれ。これ池上にしてもあかんねこれほんま。ということでちょっとこの、この映画の予告編をもう一回見てください。この映画ではこの羊たちが団結して羊飼いをもう一回襲いに行くというのが終わってますけど、今まで私たちはおとなしい羊だったわけですね。で、そろそろですね、このずっと殺されているなのわけにはいかないの で、だからまあ団結して戦うということですが、ちなみにこの映画はですね、あの一切テレビのワイドショーに出てきませんでした。うん、もう全く宣伝もなし。で、この映画を作った人がツイッターで映画あの今から上映しますと言ったら、そのツイッターが削除されました。で、その前の年新聞記者という映画、これもツイッターで新聞記者ができましたけど、このツイッターも削除されました。だからそういう意味ではですね、もうあの寄ってたかってね、この知らせない教えないあのそういう政治なんですよ、安倍菅維新はね。だからそういう意味では映画の女性がプーチンの嘘に騙されないって書いてましたね。皆さんは騙されないわけですよ。だから私たちは今度維新の嘘に騙されないでということを分かりやすくいろんな人に伝えていく必要がある、時間はあと2ヶ月でたくさんの署名を集めますが、来年は市長知事選挙ですからね。で、皆さんのお手元にこの DVD 入れております。今言うたようなやつを映像にまとめてますので、もしよろしければ地域とか職場とかでこの DVD の中ていただいて、学習会をして、そして署名集めをね、ぜひ頑張ってもらえたら、まずは署名ですね、ということで、私の報告をどうもありがとうございました。西谷さん、ありがとうございました。それでは、集会の終盤となりました。続きましてはカジノの賛否を問う、住民投票を求める訴えを山川義康さんから行っていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こちらの方のですね、青いチラシ、これがあのクリアのファイルの中に入っていると思います。カジノの是非は府民が決める、住民投票を求める会の事務局長をさせていただいております山川と申します。よろしくお願いします。皆さん本当にですね、この住民投票、あの大きな期待を持って進めていきたい、そういうふうに考えているんです。大阪の未来を切り開いていくのは、やはり大阪府民であり市民であり主権者である私たちであると、そういう運動にしていきたいというふうに考えています。今年に入って本当にいろんなことがありました。このカジノっていうことをめぐってね、まずあの区域整備計画っていう計画が昨年末に明らかにされて、それから、パブリックコメント、住民説明会、そして公聴会ありましたよね。けれども、とても大阪市、大阪府全体にそれが行き渡るような形ではありませんでした。で、2月の10日に大阪市会において自民党の市議団の方を中心にして大阪市で住民投票をやろうじゃないか、そういうことが議会に出されましたが、2月の10日、委員会に付託されることもなく即日否決ですね、即日否決。市民の意見をよっぽど聞きたくないというふうに思います。3月の24日には大阪府議会が行われました。で、IR 整備、区域整備計画案がですね、
そこで多くの人たちが反対したにもかかわらず、強行に採決をされて可決をしました。で、あさって3月の29日には大阪市会でまたこの IR の基本的な計画、これをやるぞっていうところの区域整備計画が採決にかけられる。みんな反対したわけですよね。署名最初の時には7万1000筆、その後合わせて10万筆を超える署名が集まって、そしてこの区域整備計画通すんじゃないよと、可視の反対だ、そういう声を全く聞かないままに議会が今進んできております。本当に私たち市民や府民の声ということをこの大阪府市政の中に反映させる、そういう気持ちが私は今の大阪府市政、そして議会の中にそういったの能力を奪われてしまっている、そういうふうに思います。で、考えてみますと松井さんはこうした、あの、先ほどもいっぱい問題になりました土地の問題ですね、ああいったことについて実は昨年の6月にはもうすでに公安局の中で問題になっていて、その公費を使って負担をする、そういうことを分かっていたわけです。ところが12月になるまで私たちに教えてくれないでしょ。間に衆議院選挙ありましたよね。そうやって隠して隠してやっていく、考えてみると私たち大阪府民は知らされない、そして意図的に隠される。で、さらに先ほど森先生の話もありましたけれども、青天井のようにですね、債務負担ということも含めて私たち府民市民の金を使われる。大体こう賭博をする人っていうのはですね、家族に隠れてやりますよね。僕は思ったんですけど、僕らの税金や子どもたちの未来まで肩にかけて IR を作るっていう名前でカジノを作ってね、札束今夢島に積み込み続けて札束であそこを埋め込んでいるっていうこと、そのものがもうこれ賭博なんだと、やめなさいとはっきり言わなきゃいけない、そういうふうに思うんですね。で、まあそういうことの中で誰がこれを決めるのか、私たちどうしても府議会市議会を見ると議員構成の中で、これはもうやっぱり何を言っても無駄だっていうぐらいに思ってしまいそうです。一番最初の挨拶で平松さんが言いました。いや違うんだぞと、違うんだぞ、そこが私たちの本当の府民市民の拠り所ですよね。何でもできるわけです、主権者であるから。僕は維新というけれども、維新どころか江戸時代まで下ってですね、私たちが知る権利も決める権利も奪っているような大阪府市政をこの住民投票の中で変えていく、そういう取り組みに皆さんと一緒にしていきたいと思っています。こちらの方のチラシ見ていただくと分かるように、3月の25日から5月の25日、62日間署名を集めます。豊中市など一部選挙のある4つの自治体では若干集める日が先送りされて少なくなっておりますので気をつけてください。皆さんへのお願いは受任者、これは署名を集める人のことです。請求代表者、先ほど呼びかけ人に平松さんも呼びかけ人であり請求代表者というふうに言われておりましたが、この大阪府内に50人の請求代表者の方がいて、その方が大阪府内にお住まいの、まあ、方に受任者になっていただく、その受任者は、署名を集めるということです。何のためか、住民投票をやるための条例を制定するための署名を集める、そういう仕組みになっています。で、署名は50分の1を集めます。大阪の各市区町村、大阪と堺市は政令市ですので24区と7区あります。それを足すと72の選挙管理委員会にそれぞれの地域で集めた署名をそれを提出をする、そして勘定をする、勘定をした上で合算した数が大阪府内の50分の1に達していたときに大阪府知事に対して議会を開けと本請求をする。議会の内容が条例の制定、カジノの是非を問う、そういうことがこの5月の25日までに署名を集めてやっていくということになります。なぜこの時期にしたかということになりますが、今度大阪市会でのこの区域整備計画を何としても止めるということを私たちやりたいと思いますけれども、それが終わった後カジノの計画は国に提出をされます。4月の28日以降になります。その後審査をされて日本で3カ所カジノを作ってよろしいよという具合に国の方から許可をおります。そうすると実施協定を大阪府市ではありません、大阪府が IR 株式会社、大阪株式会社と結ぶんですね。その前に
私たち住民投票で是非を問うてるじゃないか、行政の日程を凍結しなさい、実施協定を結ぶということに進むんじゃないよ、そういうことがこの署名を集めた後の大きな府民市民の運動になると思います。もうこの計画ガタガタですから、必ずそういったことを前に出したときに、まあ、この計画そのものの撤回へと進めていく大きな力になると思います。これが実際の署名簿です。約14ページあります。すごいでしょ、14ページ。これ外すとアウト、選挙管理委員会がこれを認めてくれなくなります。でこの前に書いてあるのは72市区町村の、名前ですね。そこで例えば大阪市の淀川区だったらそこに丸を打つ、八尾市だったら八尾に丸を打つ、そしてその八尾市だったら八尾市の方がこの署名簿を受任者として集める、そういう手続きになります。まあ確かにややこしいわけですけれども、やり始めたら、いやそれはやっぱり自分たちの未来は自分たちで決めるのは当たり前だよね、カジノおかしいよね、カジノは賛成だけれども自分たちで決めるんだよね、まあいろんな方もおられると思いますけれども、どん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 この2ヶ月の間で人から人へと地域の中へ広がっていくと思いますので、ご協力ください。こちらの青いリーフレットの後ろの方に、先ほど平松さんもおっしゃったように活動協力申し込み書というものがございます。こちらの方にお名前を書いて受付で私おりますので、そちらの方に置いていただければ、また皆さんの方に署名をお届けしたいと思います。また各地域の中で署名のステーションも作り始めておりますので、そうしたことをホームページに明らかにし、皆さんの方から署名をくださいと、そういう双方向の運動の広がりということを作っていきたいと思いますので、ぜひご協力お願いします。最後にですね、今260万円くらい集まって259万円くらい使いました。残高が1万円を切るというか、もう赤字になっていると思うんですが、署名簿1冊20円か30円で作っても10万冊作るんで、それだけで300万円ほどかかっちゃうんですよね。まあこのことをやり始めて、これは本当に大変だなというぐらいに思っているんですが、多くの府民市民のご協力の中でこの運動が大きく成長をし、そして来年の知事選挙、市長選挙、地方選挙たくさんありますけれども、今の政治の潮流を府民が主権者として決めていけるような、そんな未来を一緒に作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは本日の集会最後となります。閉会の挨拶と行動提起、そして寒波の訴えを藤永信代さんから行っていただきます。よろしくお願いいたします。どうも皆さんありがとうございました。今日この会場に160人の方が参加してくださっています。もう本当に私も泣きそうに嬉しいです。ありがとうございました。今日の集会は本当に森先生ね、本当に財政問題、財政で大阪市ボロボロになってしまう、こんな青天井で使うようなことをなんとか止めなさんという思いに駆られるデータを出しておいていただきました。それで高田さんの報告を聞いてね、私原告にならなあかんかったと。実は私大阪市立東高校出身なんです。私の母校がなくなって本に取られてどんな名前なのか知らんけどね、いや高田さんやったらうわうらえたあかんじゃないかいと思いましたでございます。私の問題でした。そういうこと改めてね知らせていただきましたし、山田先生は本当に傍聴活動もね熱心になさっていて、本当にもう頭が下がる思いがしています。先生の方は足について寝られへんなというふうに思っていますが、報告していただきました。それから私はいつもの通りでございますが、とにかく今日皆さんと一緒に、これからまだねデモがあるんですが、それはまた他の方がやられると思いますが、こういうこの度の私たち日大さんたちとやってる集会が憎きコロナのおかげで計画してるのにできなかってリモートになって、そんなんが続いてね、赤字も抱えているんでございます皆様本当に。でね、乏しい貧しい西谷君がその赤字を抱えてくれてるんです。でその乏しいのにアウガインしたりねしてはるんですけど、本当に申し訳ないなと思っています。で私がいつでもお願いするのは、
ほんまに大親友の皆さん、ぜひこの茶色い袋が皆様のところに入っていると思いますので、いろいろ出ることが多くてね、出すことが多くて大変でございますが、どうぞご協力いただいて、本当にこの一刻も早く赤字が解消できるように、大阪市みたいなめちゃくちゃなお金使ってるのに許されへんという運動の主体が赤字ではいなくちゃなというふうに思っていますので、どうか皆さんのお心出し入れてくださいますように心からお願いいたします。デモのこれからの行動停止のデモについては誰がやってたの？デモ誰ですか？後ろからやるって言ってくれていますので、後からデモ のご案内ございます。皆さんと一緒にこれ高らかになしに神のいらん愛もないのになれないようじゃという交通をしていきたいというふうに思います。どうも今日はご参加いただきましてありがとうございました。これから一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。以上をもちまして本日の集会終わりとなりますが、ここで事務局から1点あります。今日お配りしている DVD も一緒になった資料袋なんですけれども、まだ少し余っておりますので、ぜひお帰りの時に100円で販売いたしますので、ご購入いただけたらと思います。それでは集会後のパレードについて寺本さんから議をお願いいたします。はい、集会参加ご苦労様です。この後のパレードなんですけども、4時30分に出発です。4時20分にこのコミュニティセンターの前に集合していただきます。止めよう、立つぞ、勝手に決めるな大阪カジノ、勝手に決めるな大阪カジノ。